こんばんは、ユッサです。今日はテトリス反省会やりますよ。実況でやるにはジョイコンでやらないといけないので苦手です。いつも携帯モードでやってるからね。あ、始まりましたね。テトリスは結構昔からやってますね。と言っても99からですけど、最高順位は2位です。なんかテト1は遥かに彼方に見えますけどね。実況者のアメミヤさんみたいな組むの早いのゴロゴロいるからな。いつも見てるけど、さすがにうちではダメですね。最初は高く組んでいく戦法、あまり積みすぎて一気に反り上がって失敗も多いですけどね。今日はジョイコンなのでひたすら消していこうかなと。あ、そうそう、最近スイッチで30秒動画をツイッターで上げてますよ。いろんなスイッチゲーム実況をつぶやいていこうと思いますので、よろしくね。最近テトリスやっていて思うのだけど、歯抜けでも結構良いようにつながるよう感じてます。だから置きミスもミスと思わないようしてたら、結構安定して上位に食い込めるようになりました。まあ横の位置ずれも感覚的にミスらないようになったのも大きいです。いくつずらすか、感覚的に手が動いてる。あ、置きミスってか列ずれですね。昔は多かったのだけど、最近は少なくなってはいます。それにリカバリできるようになってきたし、もういい感じに戻せましたね。アメミヤさんの動画もよく見てますが、ほんといろいろできるんだなと。とにかく順位とか極力気にせずにテクニックを覚えていきました。最初は T スピンですね。今何も列消せない無駄なのやってたけど、こういったのも積極的にやっていった方が良いよう思います。あまりに T スピンにこだわりすぎて高く積むのもダメですから。と言ってるうちにミス出ましたね。置きミスってより勘違いですね。 T の字が妄想で見えてたみたいな。後半になって速度が速くなるほどちゃんと見ないで全体の雰囲気で見ちゃう。ですがそれは大事で、考えずに指が動くのは上手くなっていると思いますね。結構順調に消せてますね。そうそう、戦略は最近はとどめ打ちが多いかな。最初からは意味ないようにも思えますが、序盤を静かに過ごせるのはメリットです。カウンターは序盤上手い人のカモになりやすいですからね。それを相殺できるようになれば KO を稼ぐには良いですけど、あと後半カウンターはすごく危険な面もあります。テトリスは高く積まれてると攻撃力が上がるけど、それを利用してわざと常時ピンチ状態でプレイしている誠に嫌なプレイヤーもいます。カウンターを仕掛けると一気に大量の攻撃が来ます。あっという間にゲームオーバーですよ。あのアメミヤさんですら外してますからね。もし外したければ戦略をゴニョゴニョするのが良いと聞いてますが、なかなか外れない時もあります。そういう時にやられるとムカッときますね。結構打ち熱くなりやすいですから、そういったのはテトリスには向かないと思いつつ性格ですからね。おっと、思い込みミス出た。リカバリも失敗、逆に置いてしまった。まあ下の段なので致命傷にはなってないけどね。後半でしたらさすがに焦るけど、40人まで来ましたか。割とここまで順調ですね。波風なく積んでいってテトリス連発って手もあるけど、いきなり大きな攻撃が来てゲームオーバーはよくあることだからね。今日も20位には入りたいなぁと思ってたんですが、なかなかうまくいかない。最大で1番の置きミスやっちゃったんだよね。多分速度が速くなり入力が遅れていたんだと思うけど、画面が赤くなってきて大きな攻撃が来る前兆ですね。とそんな時に置きミス痛恨にならないといいんだけど、おっと T スピン見えてますね。この辺を決められたら少しは楽になると、そう思っていたこともありました。少し嫌な歯抜けが残ってしまいましたね。まあ頑張ってやっていきましょう。でもこの状態で攻撃受けたらピンチですよね。おっと、歯抜けがなくいい感じ。置く順番を間違えなければ、よし、いける。おお、痛恨の置きミス。操作が遅かったのかな。ここから結構ゴキブリな展開に持ち込みたかったんだけどな。じゃあまたね。